レーダーの歴史。本校では、レーダーの歴史についてもべる。1887年、ドイツの物理学者であるハインリヒ・ヘルツが電磁波の人工的な発生と検出に関する実験を行った。電磁波の存在は、イギリスの物理学者であるジェームズ・クラーク・マクスウェルによって、理論的に予言されていたが、ヘルツの実験によって、初めて立証された。1904年、 ドイツの発明家、クリスティアン・ヒュルスマイヤーは、ドイツとオランダで、電磁波の反射で船を検出して、衝突を避ける実演を行った。火花送信機とコヒーラー受信機、ダイポールアンテナにより、距離 5km の船舶の探知を実用化し、英国において、テリーモボラスコープの名で特許を取得したが、海軍には採用されず、生産されなかった。後に彼は、 電波の特許を取得している。ドイツでは1933年から海軍の通信手段試験場、ムバニテ、博士の研究班が実用的なレーダーの開発に着手した。1934年にはの技術者と共に試作品の実験が行われ、12km の距離から目標となった艦を探知している。またこの時、 試験場から700メートル離れた位置を飛行していた航空機の探知にも成功した。一方、米国と英国では1930年頃から電離層の観測目的で電波の利用が行われていた。その後、航空機の通過で観測が妨害される現象を逆に使用して航空機を発見するためのラジオロケーターと呼ばれるレーダーの開発が始められた。 イギリスはこの電磁波を兵器、殺人光線に利用できないか、ロバート・ワトソンイコールワットに打診し、殺人光線としては利用できないが、航空機の早期発見には役立てることができるだろうとの見通しを得た。英国が最初に航空機の探知に成功したのは1935年のことである。1930年代にドイツでは、ビルスンとアーブスローが、 海軍司令官、エイリヒレーダーの指示のもとで、イギリスでは、ロバート・アトソンイコール・ワットラにより、航空省が援助して開発が進められ、見かされ、1940年にイギリスは、マグネトロン、翌1941年にはこれを用いた、マイクロ波レーダーの開発に成功、ドイツ空軍の空襲に対する迎撃戦闘で、大々的に使用し、ドイツのイギリス侵攻の阻止に大いに役立った。 1942年には世界初のを採用した H2S の開発にも成功する。ドイツ空軍の空襲に対して、イギリス空軍はレーダーを使った防空システムの整備により有効に対処することができ、この戦いは戦局の分水嶺となった。また、イギリス空軍はドイツ空軍による夜間爆撃に対抗するため、 機上レーダーを搭載した夜間戦闘機を1941年に世界に先駆けて実用化し、ドイツ空軍の夜間爆撃を封殺した。海上戦闘でもサボ島沖海戦やビーラスタンゴアヤ戦でアメリカ海軍がイギリスからの技術供与で実用化したマイクロ波レーダーを活用して日本海軍を相手に勝利を収めた。補給路を脅かす潜水艦に対してもレーダーは、 有効に働き、連合軍の海上輸送路の防衛に大きな役割を果たした。こうして、レーガーは、戦術、戦略上でも重要な兵器であることを実証した。ドイツ本土防空戦においては、イギリス空軍が夜間爆撃機の広報のためにマッピングレーダーを搭載した。一方で、ドイツ空軍は夜間爆撃機に対して、 夜間戦闘機にリヒテンシュタインレーダーなどを搭載して対抗したが、イギリス空軍も夜間戦闘機を護衛につけるなど対抗策を取ったため、イギリス空軍の夜間爆撃機が大打撃を被ることは少ななった。日本でも本土防空用にレーダーを組み込んだ早期警戒システムを整備したり、レーダー搭載の夜間戦闘機を開発したが、情報を管理するシステムに問題があり、 戦闘機の数自体も不足していたため、有効に機能することはなかった。1925年、大正14年日本人の発明したヤギ、歌アンテナ、以降、ヤギアンテナは、既存の技術に比べると非常に容易に思考性を得ることができる、実に、画期的な技術だった。しかし、日本では全く反響がなく、学会から無視された。一方、欧米では大々的な評判を呼び、 各国で軍事面での技術開発が急速に進んだ。英国では、バトル・オブ・ブリテンの時点では、無指向性アンテナを複数使用し、各アンテナが受信した電波の位相差から方位を測定する短波帯の CH レーダーにより目標位置を特定していたが、すぐにヤギアンテナを使用した VHF レーダーを実用化した。なお、ヤギアンテナは、その後、 主に家庭のテレビアンテナなどとして広く使用されるが、21世紀の現在でも当初の頃からほとんど変わっていない。それだけ完成度の高い技術だったことになる。マグネートロンそのものは1921年により発明されたが、当初は効率が悪い上に性能が不安定であったために、帰り見られず、送信機の発信機としては三極管やクライストロンが用いられていた。 その後、1927年に日本の岡部金次郎が分割用極型マグネトロンを1940年にイギリスのジョンランドールトが空洞マグネトロンを発明したことでレーダーの波長はメートル波から一気にセンチメートル波へと進んだ。分解能が向上したことでより小さい物体をも検出できるようになった。イギリスはマグネトロンを早くからレーダーに応用しバトルブ ブリテンの前にはセンチメートル波レーダーを実用化、ドイツ空軍の迎撃で効果を発揮した。この成果をアメリカ合衆国にもたらしたのがである。イギリス軍は1942年にはの開発に成功し、レーダー観測員の負担を大幅に減少。最終的にパラボラアンテナを用いたレドームの開発にも成功し、対戦後期には航空機へのレーダー搭載も幅広く行われることに、 なった。電波兵器たるレーダーの日本語訳としては、帝国陸軍の造語である電波探知機の名称、故障があり、これは電端の略称とともに一般化している。この総称、電波探知機、電端を、さらに陸軍では、電波の照射の跳ね返りにより、目標の位置を探る警戒、策敵レーダーに対し、電波警戒機、警戒機、および超単波警戒機、 高射砲などが使用する射撃レーダーに対し、電波標定機、標定機と2種類に区分している。この電波探知機の名称、故障は、陸軍の開発指揮者である、佐竹金次少佐、当時がある会議で電波航空機探知機、と述べたのが、簡略化、電波探知機されて普及したものである。しかしながら帝国海軍においては、警戒、策的レーダーに対し、 電波探針理の名称、故障を使用していた。さらに、目標の電波探針理が発した電波を傍受する一種の方向探知機に対しては、陸軍の造語で競技のレーダーを意味する電波探知機及び超短波重心機。略称として逆端とも章を当てており、陸軍省及び一般章たる電波探知機と混乱が生じている。なお、戦後は陸軍章及び 一般省たる電波探知機が広く世間に定着したため、海軍省たる電波探審議は廃れてしまっている。なお旧日本軍、陸海軍のレーダー開発誌においては、防空を主として重んじることから陸軍が先進的な存在であり、かつ陸軍上層部自体の理解も当初から高いもので、陸軍科学研究所において電波を通信以外の用途に利用する研究を 開始したのは1932年、昭和7年、航空機探知を目的とする競技のレーダー研究を促進し始めたのは1938年、昭和13年春、レーダー受信実験の成功は1939年、昭和14年2月である。陸軍側の開発指揮者は、佐竹近次大佐を中核に、他畑を西欧大佐、新妻聖地中佐、各最終階級等、 1943年後半のビルマ戦線、ビルマ航空戦を例に、飛行第64戦隊の一式戦、春などからなる、日本陸軍航空部隊、第3航空軍の戦闘隊は、無線防止解析、死銀と電波警戒機、レーダー対空艦指標を主軸に、前線で以下の早期警戒体制を構築していた。1943年11月27日ビルマ、 戦線、来襲したアメリカ陸軍戦闘機、爆撃機連合84機を、第64戦隊第3中隊のわずか9機の、戦闘機、1式戦8機、2式戦、小機1機が、揚撃、2機の喪失と引き換えに戦闘機6機、爆撃機3機を確実撃墜する大戦火を、挙げているが、米側悲撃墜9機は、裏付けの取れている確実な記録、この空戦にて、 第64戦隊機は、電波警戒機が探知した、米機地方を無線電話によって、空中受信、地上誘導を受け有利な位置で攻撃を行っている。特に、黒江康彦隊域は、民ラドン基地と、無線電話で頻繁に通信し、次々に、電波警戒機による、敵機情報を受信。さらに特筆に値する点として、ビルマ航空船において、 大戦後期たる1943年7月2日から1944年7月30日の期間、日本陸軍の一式戦は、空戦で83機の喪失と引き換えに、スピットファイア18機 P-51A15 機、B-2421 機を含む連合軍機135機の確実撃墜を記録している、奇襲打ち分けは、戦闘機70機、 爆撃機等32機、輸送機等33機。単純に撃墜戦火の比較で、日本軍劣勢の1944年半ばにおいても、日本軍航空部隊は、連合軍空軍と互角ないしそれ以上の勝負を行っていた。レーダー開発、運用に柔軟で、先進的であった陸軍と異なり、上層部の理解が低かった海軍では、 陸軍がすでにレーダーを研究中である1936年に海軍技術研究所の谷慶吉郎中佐がレーダー研究の胸上に進言するも暗夜の提灯と一周され同研究所の伊藤伊に中佐の下でマイクロハッパルスを利用した暗中速距離の実験を独自に行っていたに過ぎなかった。これは1940年10月大観観式のため 東京湾鶴見沖に停泊中の空母赤木に海岸から 10cm 波を発射した結果、その反射波を捉えることに成功したが、あくまでレーダーらしき装置に過ぎないものであった。1940年12月出発の陸軍に続き、1941年3月に海軍図解独自殺団団長は野村直に中将に参加した伊藤忠佐らも随員として参加。 伊藤は、ドイツの先進的なパルスレーダーを調査し本国に報告。また、同時期には、ロンドン駐在の浜崎領中佐もバトルオブ、ブリテンにおける、イギリス軍のレーダー部隊の実戦投入と活躍を報告しその有効性を主張。これらの情報により、同年5月に、海軍はようやく本格的な対空警戒、作的用レーダーの研究を開始した。 1941年9月初旬、試作機を持って横須賀市のび海岸で対抗空気実験が行われ、中型攻撃機を距離約 100km で探知することに成功。なお、この開発には陸軍と共にパルスレーダー、後の超短波警戒機をつを研究、開発していた日本電機の技術陣が協力している。 回戦後の1942年5月、実験的に、戦艦、伊勢に、対空警戒レーダー、二式二号電波探針技一型が搭載され、航空機単機を5 5トル、両艦の戦艦、日向を2 0トルで探知、これは合格、採用となった。これと同時の実験として、マイクロ波を用いる、対水上警戒レーダーである、仮称二号電波単身技二型が、 戦艦、日向に搭載され、両艦、伊勢を 35km で探知したがこちらは、不採用であり、長期にわたり、手直しが続けられた結果1944年7月に、ようやく合格となった。各艦への配備は、二式二号電波探信儀一型は1942年6月以降、仮称二号電波探信儀二型は1944年7月以降となる。 初期のレーダーは雨が降ると反射されほとんど役に立たなかった上試行も不十分だったが改良を続けることにより高額測距と遜色ない精度が出るようになり事例は少ないが海軍においてもレーダー射撃による対艦攻撃が実践されている。過小二号電波単身技二型は仙台以上が量産され戦争末期に主力艦から駆逐艦まで多くの艦艇に装備されたが 信頼性に欠ける代物でしかなかった。海軍でも、機上レーダーはいくつか開発され、耐水上レーダーである、三式空六号無線電信機、1942年8月完成、は、相当数が量産され、実戦に投入されたものの配線まで手直しは、続いており、月光が搭載した対空レーダーも信頼性が低く、これは戦火につながることはなかった。 さらに搭乗員、整備員が扱いに不慣れであったこともあり、当てにできぬと飛行性能向上のために取りされたこともあった。1943年には海軍も陸軍と同様にドイツからウルツブルクレーダーの技術指導を受け、1944年にデッドコピーを行い試作品を開発している。当時の日本製電子兵器の弱点はな銅素材の不足による、 真空管の耐久性の低さにあった。これにより、レーダーの高出力か、システムの小型化など全ての面で連合国に遅れを取ることになった。耐震性の高い真空管を製造できなかったことから、基礎理論は単純なレーダー技術である、近接新管の実用化も行えなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。